竜寒吉竜寒吉9月18日から1986年4月20日は日本の昭和期の小説家。本名は浜田陸一。1906年9月18日福岡県小倉市、魚町33番地で父、浜田源児、母松の長男として生まれた。縄陸一。聖家は旧小倉藩小笠原公の佐藤御用達商人、浜田屋。 1925年小倉市立小倉商業学校卒業在学中より文学の道に進み道認士悟る霧を創刊1925年9月道認士伊調を創刊1938年九州文学創刊以来1983年12月号の第464号で休刊するまで48年間九州文学の 大黒柱として、編集経営に尽力した。文学活動以外の分野においても、北九州地域の文化振興に尽くした。1960年小倉郷土会会長に就任。単なる地方の歴史研究の団体とせず、考古学、民族学、文化財保護などの分野を包含した、組織体に改変、運営に当たった。また、 文化財保護の重要性から森を外急遽や、柳川市の北原白州成果の復元に尽力した。ありがとうございます。